違う。今崎さんの写真を撮って、今崎さんにプレゼントしようかなと思った。いつだったと。21日です。あ、まだね、今月の21日。あ、そうです。もうそれは仕方ないよね。暇やけ。もう犬の仕事だから仕方ないよ。暇やけもう。もうでもこれから暑くなる一方やけ、今崎さんもね、体で。そうですね、暑くなるけ、熱中症にかからんことです。もうかかりやったもんな。でも今崎さんもなかなかトイレに行けんからね。なかなかトイレにも行けんからね。トイレ行けんですよ、水飲めんか。そう。だから暑いのも寒いのもきつかろうと。少しずつ飲みようかな、ちょっとずつ。そしたら汗で出るけんね。あ、そう調整するとですか。汗で。少し。緊張が。よし。こたべなさい。ほら。はい、早かったですね。ああ、まだ今からまだ泣かせない。そうですね、ま、中がまだ今からや。からし入れますね、フランケーキは。お願いします。少し入れてきます。はい。どうするですか。明日も来るとですか。明日も来ようか。チーズ一つ。あ、からしは。はい、抜きでお願いします。抜きですね。はい、5分待ちください。からし入れますね。はい。少し、はい。お安いこの天気は。この天気は雨が降りそうや。
もう見切れた。マスクやろうと思ってマスクがなかった。マスクがなかった。あー、これね。かなりなくなった。見とって。わー。わー。わー。で、500円。パワーの1。雷を伴い、入ってくれた。じゃあ、おじちゃんの中に全部お金が入ってたの。すごいから。信じたろ。びっくりしました。え、ちょっと待って。私は長浜ラーメンに行く。早いて大変大変、ハワイ。in Hokkaido。 あ、だそうは、あー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 そう、あー、セームセームセーム、はい。Thank you. はい、こちらのお客さんも埼玉から来た。埼玉。あ、埼玉ですか。わ、遠い。大変ですね、埼玉って。今度、あ、群馬とね、兵庫に、あれ、これ、弟子した、あの、修行したところに店出しましたよ。あ、そうなんですね。あっち、近いよ。埼玉近いから。遠いですか、埼玉。それなりに。それなりに遠いですか、やっぱ。遠いですね。埼玉、あの、あれ、兵庫も。兵庫も遠いでしょ。ちょっと遠い。東京が一番近いかもしれない。兵庫も沖縄から。沖縄から。バーガー屋さん。そうそう、今井のバーガーであるはずなんです。群馬からですか。群馬でね、ここで修行した人がおる。今度群馬でしますよ、ホットドッグ。どこで出されるんですか。群馬のね、ちょっとどこって、ちょっと忘れた。あー、高さ。群馬で修行したとここで。あー、そうなんですね。店出しますよ、キッチンカーでするとか言う。そうなんですね。今屋で、あの、出すって言う。あー、じゃあネットで見寄ってください。わかりました。はい、あの、本店、ここ本店で食べましたって言っててください。どんな味か。一緒に疲れたでしょ。ないわけね。あ、本当ですか。今日はあんまり疲れてない。家に帰ったらね、バタッと来るって。あ、そうですよね。家に帰って安心しようが、バタッと。これ緊張しようけんね、ここでは。ないけんね、家に帰ったらバタッと来る。なんかすごいですね、でも、体力が。すごいですよ、いいですよ。もうこっち行ったり、あっち行ったり、もう猿みたいにうろうろせないから。まあね、やっぱでもね、今からどんどん暑くなっていくからね、やっぱり夏は。もう暑いけんね、もうできんやろや。もう休もう。15日は休まない。はい、気ぃつけんとね、もうどうしようもないもんですよね。それで外にこう行ってからお客さんに焼いてもらおうかね。はい、はい、はい、はい。もうそれでもいいかもしれない。はい、焼いてくれ。そしたらどうやるか怒られろね。まあね、でもやっぱ結構ね、あの、今日一番遠くはハワイから来てたからね。一番遠くはハワイから来てたからね。そのハワイやろ、ハワイやろ。本当やろか、あの人。いや、本当じゃないって。あの、だって日本語喋れなかったもん。お客さん、今だけだ。もう ようやくゆっくりスコール飲めるね。全然気をね、お客さん。あ、ごめん、これはもう普通する人やっぱ嫌がるやろね。いや、まあ、だって僕らでもね、できんと思うよ、多分。大変やん。大変やもん。計算もせないかん。何を注文取らないかんでしょ。それでもう疲れるで。そうですね。最初修行した人はね、はい、もうそれでわーって言う。注文取って、
何をやらかないかんって覚えないかんですよ。紙書けばいいけど、書きやったら暇がないけん書かんって、ね、書く暇がないもん。それよりも手動かさんとね、もうあれだけ並んだらさ。ちょっとあの僕ね、あの淡路 の, あの白井さん家とこにも行ったんですよ。いつ行ったと？うんとね、前結構1ヶ月ぐらい前。ああ、どうやったですか？いやもうなんかすごい結構頑張りよろう。そう、頑張ってらっしゃいますよ。ね、結構もう今崎さんのとも結構昔からの馴染みじゃないですか、うん、白井さんって。小さい時から知っとったんで。ね、今崎さんがなんかあのずっと宝くじ買われて、そうそうそう、そうそう、なんかね、あの ここにお風呂作ると、だから、まあ、当たったらお風呂を作りたいとかなんとか。お風呂やないと食堂したい。食堂をしたいとですか。今やのみんなの食堂って。へえ。で、そうしたら横にね、ホームレスやら、はは、ご飯タダで食べさせて、風呂やらシャワー室作ってタダでシャワーさせて、はは、そういう設備する。へえ、まあでもねえ、やっぱそれは、まあ、当たったらもうそういう使い方するとね。それもうあの、いや当たったらそれする。もう失敗してもね、それする。へえ、うん。いや失敗はせんと、もう。はいはいはい。食堂して横にね、そういうのを設備したろうかと思う。へえ。宿泊もうほら泊まるとこない人は泊めてやろうかと思う。ああ。一日ね。でももう今崎さん自分のために使ったりとかして戦闘ですか。いらん、俺は金いらんもん。あ、金はもう、はい、金もうちょっとで使わんもん。あ、そうなんですか。うん、ねえ、まあだからだってもうね、正直ね、結構こ今やのバーガーのこちらのお店ってやっぱり安いからね、やっぱり儲けもねそんなにっていう。そう、ね、いや俺金いらんけん、あんまり使わんけんね、はあはあ、安かってもいいと、高くてなんで安くして、はあ、それでね、うま方が来ちゃったよ、おもうま取材に2回来た。そうそうそう、ね、2回来た、おもうま。へえ。でもテレビにはもうちょっと出るか出らんか分かりませんって言った。あ、そうなんですか、うん、はいはい、あの今度なんかある時来るやろ。取材だけしとるけ。あ、そうなんですか。あれ出たらすごいよ、はい、あ、思うわね。トイレのところ前並ぼうや。あれすごいでしょうか。いや、すごいよあれはね。だって500円で山盛り、唐揚げの500円で山盛りとか。そうそうそう、あれには負けるもん。よう見とるね。あれには負けるもん。へえ。あ、なんであんなにできるちゃうかと思うね。ああ、もうでもあそこもね、やっぱね、すごい。もう本当にその儲けじゃなくって、もうあの、あそこはあの結構副大の近くにあるから若者のお客さんが多いとですよ、うん、それでそうよ。そうそうそう、ああいうとこはね、あの大盛り銭湯だけど、そう味よりも量やもんね。そうだからね、もう本当にその若い人に食べてもらいたいっていうのでもずっとやってるとよ、あそこは。で、俺んとこもね、あのどうして俺んとこに来るとって言ったらね、はい、ここもね、安くてボリュームがある。いやでもね、今日はね、あの結構今日も全国から来てたでしょ。やっぱりね、あのいろいろその動画とか見て、今崎さんのファンですって、あの女の子とかいたでしょ。今崎さんに会いたいから来るっていう人がやっぱ多いとですよ。そう、うん、だからね、そういう人もおるとよ。はい、あ、はい、あ、ね、あの制限ね、休まれんって、はあ、休むかと思って東京から来よう人がおるもんね。はあ、ね、京都か東京県外から多いっちゃ、はあ、やっぱね、結構今日も全部聞いたわけじゃないけど、多分3割とかね、4割ぐらいは ね、県外とか。そう、県外から来てる。はい、あ、はい、あ、制限ね、もう大変。今日はもう4時に目覚めてから、朝4時にあれって思ってから、まだ暗い県が、これまだまだ8時間じゃとてもじゃないけど、ダメ。まあでもね、もう今崎さん50年近くやっとるからね、もう。うん。でも、年取ったか、最近年取ったけん、疲れるやっぱ。ああ、まあそらね。でも疲れてもね、こたって寝て朝になったらまだ元気ない。すごいね。ええ、カップル、ね、カップルが。はあ、夜中のね、3時、4時までしよった。そんなに昼から来て、へえ、もう帰られんちゃん。あ、じゃあ夜の方がお客さん多かったと。いや、そうそう、帰られんって、どんどんお客さん来るけど、はいはいはい、せげ3時4時になるよって。全然寝られんやろ。寝られんちゃん。で、寝て
昼過ぎ頃また来よった夜、ね、ははへえ昼過ぎって言ってもね、そんなに多かったよ、大変ですよどっちしたって大変、そうですね。じゃあ岩崎さん今日ね一日本当はありがとうございました。いい話しか疲れたでしょ。いやいやもう全然僕はね大丈夫、疲れたろう俺はもう仕事やけよかも、いやいや、まあまあまあ僕も仕事の一環みたいなもんなんでね、いやいや全然大丈夫ですよ。すいませんね、どうも今日は。いやもういろいろとありがとうございました。今日ゆっくり休んでください。 ありがとうございます